汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度触媒、まさか火薬。ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！ああ！おお、開いてる開いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ、行こう。緊急事態発生。こちらはシンダカンパニー危機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああ、その通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。ダイは覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。8番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合だ。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るまで作戦全部だ。これソルジャーならわかるよね。回復マテリア。
当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ちゃんと使ってね。それからこっちは新入り君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美だ。貨物車で。から瓦礫の上に出れば駅まで済むだ。俺は怖くて無理だけどね。
もしもし、聞こえていますか？返事をするか、手を動かしてみて。急病人を発見し、救助中だ。担架を頼む。瓦礫の山、どこかよ。駅は無事か。言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてクラガ、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん、星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。
さあ、行くぞ。予想以上か。マコーロが、マコーロが。こちらは、新型機体、機体確保。ごめんね、お前。分かってた。一緒にいるほどに戻るのか。せめて、この子たちだけでも先に。全員一緒に逃げるんだ。お父さんとお母さんも一緒じゃないとだね。そこの階段を降りりゃ裏通りまで続く通りに出る。見逃すな。こっちも手配済みか。よし、ガンガン来たぞ。プレジデントシンナは無能。総合世帯市長の陰謀で。一応避難はした方がいい。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？あ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ。
値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。
情なし。おとなしくしろ。ここまで当たる。これだ。一気に叩き込む。仕上げだ。当然の結果だ。仕上げだ。
攻めるぞ。やっ、上空部隊から伝達、駅周辺の警備を固めろとのことだ。終わりだ。やれる、ここまで。駅から離れて様子を見るか。駅方面は警備を固めているはずだ。
こちらで捕捉済みだ。おとなしく投降しろ。通さんぞ。
男を追い詰めた。これより確保する。おい、その剣は…クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？いっぱいしたじゃねえか。え、うん、あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。人混みに投げる。到着までに戦闘車両に集合だ。一番マコール爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いまして、ご迷惑をおかけします。聞いたことある。帰れりゃそれでいい。貨物車にも乗ってきていたんだね。まあ、こんなにしかない。無理に返すけど、何か大丈夫ね。みんなピリピリっす。当然だろう。クラウドさん、俺、罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。今引っ張ったの誰？ちょっと聞いていいか。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。娘が八番街に住んでいてね。阪神が勢力って。クラウド、SOS。 ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした、そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、マコーロはそんなこと想定内じゃない、うん、見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。うん、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。死ぬかと思ったが、なんとか助かったようだ。マコーロを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。
何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない、何があっても変わらない日常を送ってやる、これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ死んだ魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか、いつだって精一杯生きてる。引きましょう。俺たち嫌われ者っす。まあ理解されるとは思ってないさ。別に怖くない。くだらねえ、何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し、ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることが。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。こっち、帰りきたぜ。おー、無事。当たり前。お父さん、ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。よっしゃあ、よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ。
捕まるぞ。やべ。次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな。忘れたか。店の名はセブンスヘブン。ピュアに顔を見せて安心させてやれ。